って有名よね、うん。デパートいろいろ見てみよう。楽しくなる。あ、いいね。サイヤムパラゴンって有名よね。サイヤムセンターっていうデパートもあれば、サイヤムパラゴン。なんかでかくてかっこいいね。そっち側にはさ、マーケットみたいな。確かに。ちょっと高級な感じなの。多分これじゃない。シャネルにディオールに。ヴィトンエルメス。
ヨーグルトハインスブーなつみのトイレポート今つけた名前サイアムパラゴンのトイレは、はい、3つ何個中の5中の、うん、まず日本とは違うスタイルね。多分日本式とあウォシュレットあるとかあるけどさ、ああウォシュレットなし、横のあの体式ウォシュレットもなし、はい、トイレットペーパーあのでかいぐるぐるがあるタイプ、あのちぎれないやつね。ああ便器が古い感じ、石鹸出そうと思ったけど出ない、センサー反応せず手を拭くボーってやつとか紙とかなしOK 欲しい3つどれだけ日本のトイレがいいかと思うね。もうソラリアのトイレとか神もう1個の個室、もうずっと座ってていいですかぐらいの個室みたいになってこの駅いろいろありすぎやろ。いくらかな、なんちゃの美容室あこれじゃない、カットメンズが500円、500万やっぱ高いわ高いわ。でも多分髪型一緒、確かにいや相当楽しいわここ。いろいろありすぎ、さすがバンコク中心街。行きますよ。怖くない？これ1000円ぐらい。はい。200円でここ来れるんだったら毎日来るかもしれない私。じゃあ本命に行きますよ、やっと。はい。多分本命に行く前に一本多分 Vlog 終わったわ。皆さん来週は。スポットに大大大人気な MBK センターへ行きます。